こんにちは、巫女的人材育成ライフコーチの巫女です。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。前回は幸せになるための人生の8個のエレメント、この8個っていうのをバランスよく整えることによってより人生が豊かになって幸せっていうのを得られやすくなりますよっていうお話をさせていただきました。8個の要素が何なのかについてもお話しさせていただいたので、まだ見ていない方はぜひ見ていただけたら嬉しいです。で、今日はじゃあ幸せって何なんだろうっていうことについて皆さんとお話しできたらいいなと思っています。皆さんにとっての幸せって何でしょうか？どんな時に幸せっていうのを感じますか？人それぞれ違うと思うんですよね。なんかこう趣味とか好きなことに没頭している時だったりとか、こう家族と一緒にたわいもないこう会話をしている時だったりとか、美味しいご飯を食べてる時だったりとか、なんかこう旅行とかが好きだった旅行をしている時だったりとか、まあ、映画とか好きだったら映画見てる時とか、ドラマ好きだったらドラマとかこう見ている時とか、こう体を動かしてなんか運動している時だったりとか、なんか散歩している時だったりとか、こう自転車サイクリングする時とか、ドライブする時とか、いろいろとあると思うんですけども、幸せってじゃあ何なのかなって考えたら、幸せっていうのはこうなるものではなくって気づくものだと思うんですよ。自分がこうどれだけこう幸せなのかっていうことに気づくことが幸せになることだと思うんですよ。幸せになろうと思ってもそれはなかなか難しくって、こう何かをしてなれるものじゃなくて、自分自身が幸せだなーって、あ、こういうことができることを、今こうしていることを、今こんなことを考えられることをとか、こういう人と一緒にいられることをっていうのが幸せだなーって自分自身が感じてそれに気づくことっていうのが幸せになるってことだと思うんですね。何か例えばお金持ちになれたからとか、もちろんそれでも幸せって感じることはできると思うんですけど、そうなれるからとか、なんかこうビジネスで成功するから幸せになれるっていうわけじゃなくて、自分自身がその中で、あ、これって幸せだなって感じるかどうか、そこに気づけるかどうかっていうのが結局は幸せになるかどうかっていうことだと思うんですよ。幸せはなるものではなくて気づくもの、これが幸せの正体なんじゃないかなって思います。なので、前からもお話しさせていただいてるんですけども、ものの見方、考え方っていうことが、結局は自分がより幸せを感じられる、幸福感を得られること。結局はやっぱりそこにどうしても行き着くですよね。幸せになろう。幸せな人生を生きよう。もともと。とこう豊かな人生っていうのを作っていこうって思った時に、やっぱりどうしてもたどり着くのがそのものの見方、考え方
自分がどれだけそういった幸せなことに気づけるような視点っていうのを持って日々生活できているか。前も言ったんですけど、幸せな世界っていうのを自分が見てたら、幸せな世界っていうのが目の前にこう現れるわけですよね。結局今自分の目の前に広がっている世界っていうのは、自分がそう思って考え出して、そういうふうに見てるから、そういうふうに世界が見えるって話を前も動画の方でさせていただいたんですけども、結局はそこにたどり着くので、どれだけ人生はこう楽しいなって思えて生きているかってことが、人生が楽しくて幸せな瞬間が多い人生っていうのを作っていける、結局はそこだなって、すごいいろんな勉強したりとか、自分自身も生きながらこう幸せになるってどういうことだろうっていうのを考えた時に、結局はそこだなっていつもたどり着く部分なんですけど、やっぱり自分自身が何に意識を向けるか、それによって人生が変わっていくと思うんですね。何を自分が見たいと思って何を見ているのか、自分自身が人生で何を見たいのかっていうのは、見ると決めたもの、自分が見ると決めたものが見えてくるわけなので、こう脳にあの RAS っていう機能があるんですけど、そちらもあのすごくいい本があるので、また次回そちらの本のご紹介もさせていただこうかなと今ふと思ったんですけども、結局はその自分が意識していることっていうのが目に映り込んでくるし、脳がそれをキャッチしていくんですけども、結局はこう自分がやっぱりなんだろう、仕事は辛いとか、人生はなんかこう楽じゃないみたいな、なんかそういう思い込み、フィルターっていうのを持って世界を見て、目の前を見ていたら、それが映ってくるわけなんですよ。だから人生は楽しいし、自分がそうなりたいと思ったらその自分になれるし、そこを行きたいと思ったらそういう生き方ができるって思って、何事にもそういう見方をして、そういう捉え方をして生きていれば、その人はすごく幸せだと思うんですよね。そういう風に感じると思うんですよ。なので自分が人生で何を見て生きたいのか、物の見方とか考え方を変えることが幸せになる一番重要な鍵になってくるのかなっていうふうに思っています。前も言ったんですけども、本当に人生は一回しかないので、一度きりなんで、もう楽しんだ方が絶対いいです。自分自身が目の前の出来事に対してどんな楽しみ方ができるか、そういう視点を自分がどれだけ持てるか、そういう視点を持ってその目の前のことをチャレンジしてったり乗り越えていったり楽しむってことをできるかどうかが、人の幸福度の差なのかなっていうふうに思っています。ぜひ人生楽しいな、幸せだなってことをたくさん感じながら、自分の幸せっていうところにたくさん気づいていける、そういう人生っていうのを歩めたらすごく幸せだなって思います。では今日は以上です。今日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よかったらチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。では今日も皆様にとって最高楽しい幸せな一日となりますように。ありがとうございました。